おい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 。いやー、マジかよ。おつもりです。ということで、まあ、エスパルスサポーターの方なら、もう、ってなったと思うんですけども、ミスターエスパルスこと、のぼりさんが、沢のぼりまさきさんが、ユースの監督に就任しました。いや、これは取り扱わないとまずいでしょう。ね。取り扱うべき、超ビッグニュースだと思うので、てかまあ、エスパルスの歴史上でも、なんかとんでもないことが起きちゃったなっていう感じなんじゃないかなと思います。いやー、めちゃくちゃびっくりしたね。俺、ついさっきまでさ、これ、大学のレポートがあったから、やべやべって言って、って言ったんだけど、ちょうどその後ピカオンって通知になってさ、何と思ったら、のぼりさん就任、見込みみたいな、スポーツの日刊のやつわかんないかなわかんない。もうちょっと、もうこんがらがっちゃってるけどさ、それが出てきちゃって、もう、ってなったんですよ。もう、マジで、みたいなさ、のぼりさん本当にやるのって。いや、めちゃくちゃびっくりしたよね。だって、もう、俺はもう、のぼりさんが、エスパルスのフロントっていうか、まあ、ね、指導者の方に、就任するって方向は、まあもう、ないんじゃないかなってずーっと思ったんだよ。てかもうなんか、一回ね、なんかそういう噂が立ったような気がするんですけど、なんか全然、ね、結局何も音沙汰なく、スポパラずっとやったからさ。もうめちゃくちゃびっくりしました。もう本当に。いやー、もうこれは、あれだろうね。昔の、ずっと前から応援してるサポーターの方々にとっちゃもうとんでもないことだろうし、もうすごいね、感慨深い、出来事なんじゃないかなと思います。ただ、俺ね、のぼりさんが監督にこれ就任して、うわーってもちろん俺もなってるんだけど、のぼりさんの現役時代見たことがないんで、そう、申し訳ないけど俺見たことないんですよ。俺2007年ぐらいから見てるんですよ。多分7年からとも俺が5歳の時から見始めたと思うので、そう。なので、ちょうど俺、サポーター歴15年目、ちょうどジャスト15年、30周年の、クラブね、創設の、この半分の、その昔の半分を俺知らないので、はい。だから、のぼりさんの全席とか、そういうところは、ぶっちゃけ知らないんですけども、公式サイトにもこれ載ってるように、これちょっと読むけど、最後の試合後セレモニーで、2005年に引退を決めて、最後の試合後のセレモニーでいつか指導者として戻ってきますとお話ししたこともあり、ほっとしてると同時にって、あるんですけど、いや、これ、もうマジで、もうすごいな。マジですごいな。俺も言葉がまだ整理しきれてなくて、このまま動画わーっとっちゃってるから、あれなんですけどね。まあ、もうこれはもうすぐに出すしかねえやと思って、もう、はい。もう、ボーンって出します。いやでも、すげえさ、気になってんのは、スポパラの公認どうなるのかな？そのままのぼりさんが、その、常葉大学の、監督やってたと同時に、今までもずっとやってるじゃないですか。そんな感じでずっと継続するのか、それとも、またね、新しい MC を迎えるのか、どっちなんすかね？わかんないんだよな。去年じゃないや、昨日だ。昨日の、スポパラ、なんか、音沙汰なく何事もないように、いつも通りの、司会やってね、あと、あれだ、ななみさんもいらっしゃって、もう、って感じだよね。しかも去年の段階から話を進めてたっていう記事も出てたし、いやー、マジでびっくりだよね。のぼりさんは、2014年だっけかな、確か、サガン鳥栖から、監督就任のオファーが来てたらしいんですけど、なんか大詰めみたいなね、記事とかもなんか出ていった気がするんで、なんかね、やっぱエスパルス一筋で、いや、言ってくれるのはなんか本当嬉しいですよね。マジで、ね、もう、清水愛の塊っていうか、なんというか、はい。すごいよね。なんか今までのそういう、昔から応援してる方々ののぼりさんのエピソードとか、ね、たまに聞くこととかあるんですけど、やっぱすごい選手なんだなって、ね、当時、すごい活躍してたし、記憶にも記録にも、ね、両方残る選手の一人だったので、なんかそういう人がね、清水に還元してくれるのはすごい嬉しいことだなって思うし、ここからやっとね、始まるんだなっていう感じですね。はい。いやー、まあでも、あれなんですよ。実は、その記事が出た時に、その、エスパルスサポーターの俺の小中からのね、仲いい、すごく、よくしてくれてる友達が、実は、常葉大学の、浜松キャンパスで、なんか、授業を取ってる子がいるんですけど、なんか、そいつから、LINE 来たんですよ。のぼりさん来るやん、みたいな話になって、いや、そうなんだよ、やばいよね、みたいな話したら、その子が、実は、ちょっと前から、こっちでは噂になったんだよ、みたいな。いや、俺も知らない。初めて知ったから、もう、マジでみたいなさ、そうだったのつって。そう、実は去年の段階から今年、今年度かけて辞めるんじゃないのみたいな話は、なんかちょくちょく出てたんだよね。だから公式、それがまあ、嘘か本当か分かんなかったから、特に、その、まあ、公式声明出るまでは黙ったんだけど、みたいな、なんかみんななんかそういうムードだったらと思うんだけどね。いやー、マジで、すごいね。これびっくりだよね。いやー、そんなことがあるんだっていうね。はぁいや、マジで。これからどうなるかですよね。もうこれ数年後もしかしたら、トップチームの本当の野堀監督が、見れるかもしれないんでね。いや、なんか、それもロマンありますよね。うん、すげえ。なんか、それもそれでね、なんか、大榎さんの二の舞にならなきゃいいなっていう。大榎さんもすごい頑張ってくれてはいるのは分かってるんでね。そうなんですけど、なんかね、OB 監督が、うんたらかんたらみたいなこともあったじゃないですか。名古屋グランパスの時だってあったでしょ？なんかそんな感じのようにして、過去の、傷がつくようなことにならなきゃいいなって、もうそればっかりはもう、のぼりさんの手腕に限るって感じなんですけどね。そう、だから平岡さんの、なんかそういう、なんか路線も引き継ぐのか、なんかね、攻撃的なスタイルでいきますって、そのアグレッシブで、魅力的なサッカーをしますっていう風にエスパルス掲げていらっしゃるんでね。そう。だからそれを、なんか今日、昔のようなスタイルをこれからも続きますよっていう風に OB 路線でなんか行くっていうんじゃないのって予想してた中での、こういう中だったんで、やっぱまあ、30周年だし、OB 路線で行くんだなって感じですね。はい。まあ、それが良しか、良いかいい、悪いのかっていうのは、もうわかんない。でも、もう、これ、アカデミーのスタッフのね、編成とかが今回も発表されたんで、ちょっと見てみたんですけど、まあ、それもそれで、結構 OB の、人たちが、任しているところもあったんで、市川さんとか、あと森岡さんとかさ、たくさんいらっしゃるんでね。なんか、そういう意味では、まあ、一貫性がやっと生まれてきたんじゃないかなっていうことも感じていますので、なんかね、やっと型ができ始めたのかななんてのも思いましたね。はい。さあ、もうこれで、あれですよ、もう3本続けて、僕のチャンネルではだけどさ、3本続けて、こうやって、ほぼノーカットで、もうこうやって、ポンって出しちゃうような形が続いちゃって、本当にごめんなさい。もうちょっとクオリティ高い動画を出したいなと思っていたんですけども、まあ、編集ね、やろうと思ったんですけど、本当にちょっとマジで1月中、くっそ忙しくて、まず動画投稿すらできないんじゃないかみたいな、感じだったんですよ。実は数週間前から。そうだもんで、まあ、ちょっとこれで許してください。本当に申し訳ない。2月はバコバコやります。2月はバッコバコ、動画たくさん出しますんで、まだ編集してないのもたくさんあるんで、はい。どうぞ、これからもよろしくお願いします。ということで、まあ、とりあえず、まずは、ね、地に足つけて、優勝を目指しましょうよっていう話だと思うんでね。はい。山室さんもなんか、言っていたので、頑張っていきましょう。はい。まあ、優勝を目指してって言うとなんか、去年のね、期待値高いまんまでそこからドンって落ちるのもなんかもうトラウマになっちゃうから、もう、俺はあんま言わないんですけど、はい。これからもなんか、見守っていきましょうよ。見守っていきましょうとか、一緒にまた応援していきましょうということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイチャー。